皆さんこんにちは、ミヤフォー散歩でございます。今回はですね、きしめんのですねご紹介でございます。で今回ですね、一八本店というねお店で食べることにしました。まあ私ね、後で調べて分かったんですけど、このお店ね、すごい老舗みたいですね。非常にね有名なお店、歴史の長いお店だそうです。メニューはねこんな感じで、手書きでね、まあ素朴な感じじゃないですか。で私はですね、冷たい麺が好きなので、こちらのですね天ぷらきしめん冷やをですね頼んでしまいました。肉体改造のためにはね、油物揚げ物はね避けた方がいいんですけれどね、やはりね、1日1食ってなるとね、これが全てなんですよ。なのでね、天ぷらをつけてしまいました。でちなみになんですけどね、このお店はですね非常に有名で、一八本店で検索するとね、いろんな情報出てくるんですよ。まあ場所もね出てきますし、出汁に使われている武士のね種類とかまで出てくるんですよ。室味とソーダガツオをね両方使うって書いてありますね。なのでね、お店に興味のある方はね、もっと深い情報たくさんありますんで、今回ね、きしめんの話っていうことで、ちょっと画像を止めてですね、きしめんの基礎知識をね伝授いたします。きしめんっていうのはですね、そもそもの起源っていうのはね結構謎みたいなんですが、江戸時代にはねすでにね、今の愛知県ですね、三河の国でも特にその芋川というところの名物だったそうです。芋川ってどこよっていうんですが、今の刈谷っていうところですね、刈谷市で、その芋川の名物っていうことで、平べったいね、あのうどんですね、ああいうのを江戸時代の江戸ではですね、ひもかわうどんって言ってたらしいんですけど、それは芋川うどんの鉛っていうかね、なんだろう、変化したっていうんですかね、そういうとこから来てんじゃないかっていう説があるみたいですね。でそれがきしめんだということで、昔からですね、今でいう愛知県のね、名物料理というか食べ物というか、そういうもんだったみたいですね。でネット上の情報とか見てるとね、たまにね、きしめんはねコシがないって書いてあるのも結構あるんです、そういう記事が。そういう方はね、あの名古屋駅にもねいっぱいねきしめんの店あるんでね、一回食べてみてください。コシあります。ネット上のね記事ってね、ほんとね、特に食べ物に関してはね、あんまり当てにならないというかね、結構低評価のものもね、行って食べてみると実はすごく美味しかったりとかねしますんでね、自分のね口でね確かめるの大事ですよ。でこちらがですね、このお店のきしめんでございます。でほうれん草とかつお節はね定番です。そしてね、かまぼこなんですけどね、これは、どこでもあるとは限りません。そしてね、この特徴的なね平べったい麺ですね、これがですね、のど越しがまた非常に素晴らしくてね、私はね冷やで食べるのが好きですね。このお店のつゆのね味はね、あまりね甘さが強調されてなくてね、甘ったるい味があんまり好きじゃないっていう方にはね非常にいいんじゃないかなと思いますね。つゆ好みとか昔ながらの味っていうとね、このお店のねつゆってことになるんだと思いますね。ちなみにこのお店はですね、名古屋の浅草と言われている大須観音からね、それほど離れてないんだけども、ただね店の立地は繁華街ではないんですよ。大須に隣接してね寺町があって、で仏壇仏具のお店がねバーって並んでるとこあるんですね。でそこの一角にあるっていうね不思議な立地なんですよね。なのでね、観光客の人が歩いてて偶然見つけるって可能性はほぼゼロじゃないかなと思います。なので行きたい方はですね、ちょっと検索して大須観光か、あとはね
大きいお寺があるんで、その参拝とか行事に参加するとかで来る人もたくさんいると思うんですけど、そのついでというかね、その折にね寄ってみるといいかもしれませんね。ただですね、私が思ってた以上の有名店みたいですからね、場合によっては非常に混んでるかもしれません。今後もですね、きしめんでしょ、あとね、まあ名古屋って言えばいろいろ有名な麺いっぱいありますんでね、こっちの方もご紹介していきたいと思います。ということでですね、今回の散歩はここまででございます。また次回お会いしましょう。 Japan is so cool.